ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ大宮より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただく車がメルセデスベンツ G350 ブルーテックエディションゼブラ2015年式2万キロこちらの車両になります。はい、あのつい最近アリーナ店で 4x4 を撮らせていただいたばっかりなんですけども、はい、あの別に仙台ゲレンデにフォーカスしてるわけではないんですけども、本当たまたまです。たまたま、はい、たまたまです。たまたますごくいい個体が入ってきたんで、はい、今回ご紹介させていただきたいと思います、はい、で改めてになるんですけど463ってもう結構長い期間出たじゃないですか。はい、でこれ調べたら1990年から2018年まで、はい、でディーゼルってなんかずっとあったイメージなんですけど、はい、ディーゼルって割と後半なんですね。ですよね、はい、でこの350ブルーテックでディーゼルがスタートしてると、はいはい、そうです。でその後に 350D に継承されてってると、はいはい、で今回ご紹介するのがその350ブルーテックの中でも限定車、はい、限定車です、はい、エディションゼブラ、はい、もうまんまっすね。そうですね、はい、白と黒という、はい、分かりやすいの限定車なんですけど、これが国内限定車、はい、だ多分特別使用車ですよね。特別使用車ですね、はい、あの本国とかで全部ある感じじゃなくって、はい、まあ、日本からの多分決まったオーダーで用意している特別使用車になると思います、はいはい、で台数の方が120台。そうです。はい、で基本的にはこの外装なんですよね、はい、で内装が2パターンあって、はい、真っ黒パターンと、はい、白黒パターンと、はい、で内装真っ黒黒が80台、はい、で内装白黒パンダが40台、うん、というわけで今回ご紹介するのはこの後見ていただきますけれども内装真っ黒のタイプ、はい、こちらになってくると。でこれ改めていろいろ調べたら、はい、あの台数がもうそもそも限定車っていう時点で少ないんですけど、はい、今回ご紹介するのが2万キロじゃないですか、はい、これがもう低走行がまず少ないまずそうですね、ほとんどないですね、はい、中古車情報サイト見ると、はい、大体200台までいかないんですけど、はい、170台ぐらい、はい、今中古車情報サイトでこの方のディーゼルモデル出てるんですけど、はい、これ2万キロ以下に絞ると、はい、極端に台数が少なくなって、はいはい、もう10台ちょっとしかない、はい、これあれなんですかね、やっぱり乗れちゃうからってことなんですかね、はい、まあ、そうですね、あのやっぱり年数も経ってますし、まあまあ普段使い全然できちゃう車なので、やっぱり皆さん普通に使ってらっしゃる方が圧倒的に多いのかなという車なので、まあ、そのせいもあると思います、はい、ただ未だに結構探してる方いらっしゃるイメージなんですけど、うんですよ、ですよね、そうなんです、はい、そんな中この走行距離割と薄めのこちら、はいはい、しかもコンディションめちゃくちゃいいじゃないですか。めちゃめちゃいいです、はい、で今回買い取りの車なんですよね。買い取りです、はい、で聞いた話によると、はい、前オーナー様がかなりの綺麗好きだったということで、はい、各部外装も内装もかなりコンディションがいい、はい、こちらの答えをご紹介させていただきます、はい、でまずこの限定車の概要のところなんですけれども2015年9月発表、はい、で先ほども触れた通り120台限定で、これボディカラーがデジーのミスティックホワイトのみ。そうです、まあ、基本的にはこのコンビですよね、はい、オプブラッドの。そして内容的には専用の18インチ、あとは AMG のオーバーフェンダー、はい、これ 350D になると、はい、AMG のフェンダーが標準になるんですけど、はい、ブルーテックの時代は標準じゃなかったんですね、はい、もっと薄いやつです、はい、というわけで AMG のオーバーフェンダーがついてる、はい、であとはスライディングルーフ、はい、標準装備、そして内装に関してもデジーノのレザーシートだったり、はい、シートヒーター、はい、ベンチレーション、はい、パフォーマンスのステア、はい、その辺なんかもフルフル装備ということ で、 そうです、かなりこう車の装備的にもいいんじゃないかなと、はい、十分いいと思います。そしてまず外装から見ていきたいんですけど、はい、さらに今回はプラスアルファでプチカスタマイズもしてあるんですよね。前オーナーさんが乗ってらっしゃる時にちょっとうちの方でカスタマイズいろいろやっております、はい、この辺ですか。そうですね、あの元々メッキ系の、はいはい、あれだったんですけど、まあ、名前の通りエディションゼブラなのでもう白と黒にしちゃいましょうっていうことで塗り分けっていうんですかね、してあります。というわけでこの辺もこれもですよね、はい、はい、スターマークもこのラジエーターのこの横の部分も全部これラッピングですか塗装ですか、グロスは塗装してありますね。でこっちも塗装してあります、はい、あ両方塗装で、塗装だってですね、はい、真っ黒黒になってると、はい、そしてあといいなと思うのはブルーテックだとこのちっちゃいバンパーなんですね、はい、ちっちゃいバンパーです。この後に継承される 350D の方になると、はい、エアロバンパーで、そうです、もっとでっかくなるんですよ、でっかくなりますね、はい、すごいらしさが残ってるなと。そうですね、はい、というわけでこんな感じの前回りになって、で非常に前回りもコンディションいいですよね。本当にわずかにレンズ類に少し曇りが、そうですね、曇りが出てたりちょっと飛び石はありますけどほぼほぼ目立たないぐらいの飛び石なので、まあ、この辺に関してはまあ年式が年式だからまあしょうがないのかな、まあ、ちょっとしょうがないんですよね。ただ部品無限にあるじゃないですか、はい、あります。なのでまあリフレッシュさらにしていただいてもいいのかなと、はい、
そして横に回ってきますと、はい、今回足元もプチカスタマイズがしてあるということで、はい、なんとスティールメイドの17インチ、はい、標準18ですもんね。18です。インチダウンしてある。インチダウンしました。でしかもこれ秘密があるんですよね、はい、なんと装着してからほとんど乗られていない。はい、装着して2、3週間ですかね買い取りをさせていただいたのが、はい、お客様 の諸事情により手放すことになって、はい、もう装着してからほとんど乗ってないということで、はい、ホイールもピカピカですし、はい、タイヤもだってこれまだイボが残ってるじゃないですか、はい、完全に残ってます。ほぼ新品ですね、はい、走行も100キロ走ってるか走ってないかぐらいじゃないのかなとは思うんですよね、はい、めちゃくちゃいいですね、はい、そしてこちらのスティールメイドっていうホイールがこれアメリカ製単造ホイールなんですよね、はい、このなりで、はい、もうどっからどう見ても鉄チンにしか見えないんですけど、実はアメリカ製の単造ホイールということです。なんか最近この手のカスタマイズ流行ってるみたいです ね。なんか割とこうチープに見せるというか、はい、オフロードっぽく見せる。ただ価格はチープじゃないですか確かに、まあ、単造なんでかなりいい素材を使ってるんで、はい、価格に関してはかなり高いということで、はい、これほぼ新品が、そして装着直後に買い取りさせていただいているということは、はい、ノーマルのタイホイールも、はい、もちろんございます。あるんですよね、はい、なのでまあ好みに応じて戻していただくっていうのも全然いいのかなと、はい、そしてあとはサイドステップ、はい、この辺なんかも黒くなってると、はい、そうですね、弊社の方でやらせていただいてます。これはラッピングですよね、はい、ラッピングですね、はい、ラッピングとここがプロテクション入ってるんですかね、一番端っこ擦れるところは。これはこの方でももう鉄板のカスタマイズです、はい、つい最近後期型出てましたけど、はい、純正でついに黒いステップが採用されたと。ついにうちの仕事をなくしたなって感じになりましたね、はい、板尾さん安心してください、はい、日本仕様は黒いステップつかないらしいです。あ、そうなんですか、はい、あ、それ知らなかったです。というわけでこの方でもしっかり黒くなってると。そして現行で黒いサイドステップじゃない方はご相談いただければ大宮店で黒くすることもできますそしてあとは天井が黒なんですね、屋根が、はい、で現行型も結構いろんな限定車あったりとかして、はい、白黒のやつもあったりしますけど、はい、やっぱり屋根が黒くなってるか、はい、ボディと色かでだいぶイメージ違いますよね。全然違いますよね。というわけでこんなスタイリングになっております、はい、そして後ろも同じくスティールメイド、はい、そしてこれタイヤもちょっとサイズアップしてるんですね。サイズアップしてます。はい、標準が265の6018のところを今回265の7017になってるということで、はい、調べたら外径で3センチぐらいちょっと大きくなってるということで、履かせ方もこれ可愛いっすね。なんかちょっとムチッと感をこう出したいっていうのもお客さんのご要望であったので、まあ、あとタイヤのそのデザイン、うん、メーカーさんによってタイヤのデザインが違う。全然違いますよね。そうなんですよ。でまあ、お客さんのご要望がこうムチッとした感じのタイヤでということで、タイヤもいろいろカタログを見ていただきながら、まあ、あれがいいこれがいいって言って最終的に決まったところもあります、はい、あんまりゴツゴツすぎるとちょっとこう体育会系な感じも出ちゃいますし、はい、そうですね、あと走行性能に結構影響出るじゃないですか、ね、ロードノイズだったり乗り心地だったり、はい、その辺が今回こちら東洋のオープンカントリーになってるんで、はい、まあ、ロードノイズだったりもかなり定評のある。そうですね。そしてやっぱりここ可愛いっすね、横でかいのが。ムチッと感がこう、はい、そしてサイズアップも本当に絶妙になんで、大きく車のスタイリングを変えてないということで、はい、こんな感じのタイホイールが装着されております。そして後ろに回っていくと後ろも少し黒が足されてる感じですかね、はい、そうです。エンブレムと、はい、であとはこちら、そうですね、はい、背面タイヤのこちらが、はい、これラッピングっすよね。そうです、そこはラッピングですね、はい、というわけで黒くなって、あとエンブレムのこれも、あ、なるほど、はい、じゃあ各部メッキを消してる感じなんですね。はい、本当になんか絶妙ないじり方で、そうですね、はい、あんまりこう派手にいじってますよっていう感じがないんで、はい、まあ、乗りやすさもあるのかなと、はい、こちらになっております。続いてインテリア見てみたいと思います。インテリアが先ほど触れた通り、はい、真っ黒インテリア、はいはい、ただこれステッチは赤なんですね。レッドステッチが入ってます。これ発表された時の広報の写真見たんですけど、はい、ほぼ赤ステッチが分からない。分からないです、はい、全く見えないです、ね、ただ実写見ると結構存在感があって、はい、シートの縁もそうだしダッシュボードだったりにもこういいアクセントになってる、はいはい、そしてデジーノのレザーなんで、まあ、レザーの質感もいいですし、そうですね、そしてパンチングになってて、はい、シートヒーターベンチレーションまで、はい、ベンチレーションついてるって結構、いやここ大きいです。珍しいですよね、はい、というわけでこんな感じ。そしてステアリングは AMG のパフォーマンスのステアリングになっているということで、はい、あと今回の車右ハンドルなんですけど基本的に右しかないんですよね。右しかないです。というかこの世代のディーゼルってほぼ右しかない、はい、右しかないです、はい、中古車情報サイト見ても右しかなかったです、はい、右しかないです、はい、というわけで、まあ、国内で使うんだったら圧倒的に右の方が、いやもちろん
そうですね。ですよね、はい、まあ、最近あの海外の需要なんかで左がすごい人気で、はい、人気ありますけどね、値段が高かったりしますけど、はい、こちらの車は右ハンドルで使いやすくなっていると、こんな感じの内装になっております。続いて後席見てみたいと思います。後席、じゃあ久しぶりに伊藤さん乗ってみましょうか。乗りますか。結構何度もこちらの方のゲレンデご紹介させていただいてますからね、はい、どうですか、はい、実家のような落ち着き、もういつも通りって感じで何の違和感もなく乗ってます。あの改めて僕も先ほどの久しぶりに乗らせていただいたんですけど、はい、先代モデルってシート高いですよね。高いです。あの特に2列目が運転席より15センチ20センチぐらい上がってるんじゃないかっていうぐらい高いですよね。こうしっかりヘッドレストの前がこう見える感じですよ ね, すね、はい、なので例えばお子さんとか後ろにこう乗っていただいても前の景色も見やすいでしょうし、まあ、もちろんあのテレビっていうかあのモニターなんかも見やすいと思いますので非常に使いやすいのかなと。ただ大人の方あの皆さんご存知だと思うんですけど、結構その足元ってもともと狭いんで、まあ、今ちょっと運転席前に行ってますが、もしかするとちょっとあの助手席側の方は今狭くなってるんですが、結構ちょっと窮屈感を感じられるケースはあるかもしれないです。はい、そして装備的なものでいくと、はい、シートヒーターがついてる、はい、ということで、ね、はい、まあ、意外に使い勝手が、あと、はい、あのゲレンデって正直そんなにめちゃくちゃ乗り心地がいいわけじゃないんじゃないですね、はい、ただなんかこの視界の高さと、はい、こう開けてる感じと、はい、あと乗り心地がこうあんまり良くないとは言っても、はい、こう車と一緒に動く感じなんで、はい、逆になんかお子さん乗っても酔わないとかっていうのを結構聞くんですよね。そうですね、実際やっぱり僕らもご納車させていただいてからお話聞いてますと、いや思ってたより全然子供大丈夫だったとか、ちょっとこう乗り物用意する方とかもう平気だったよっていう話は聞いてますので、まあ、試乗っていうわけにはなかなかいかないんですけど、まあ、ちょっとこう一周走ってみるとかっていうのはできますので、まあ、ご要望があれば見に来ていただいた時におっしゃっていただければちょっと乗り心地は体験いただけるかなと思います。はい、以前一緒に動画撮らせていただいたユージさんもおっしゃってましたけど、はいはい、意外にこうふわふわな車の後ろの席だったりすると、はいはい、この子供が酔っちゃったりするんだけど、はい、そうですね、ゲレンデだと意外に酔わないんですよっていうのを言ってたんで、はい、他にも結構そういう声聞くんで、はい、意外にこれはちょっと乗ってみないと体験できないところではあると思うんですけど、はい、こんな感じの後席になっております。はい、続いてエンジンルーム見てみたいと思います。はい、エンジンの方もあんまりこう今更深く掘り下げる感じではないと思うんですけど、そうですね、はい、一応改めて排気量の方が 2987cc、はい、V6 ツインターボ、馬力の方が211馬力、はい、トルクの方が 55.1 キロということで、はい、エンジンの型式的には OM642、はい、これいろんなメルセデスに積まれてるんですよ。はい、本国で言ったらそれこそ C から S まで、はい、セダン全部、はい、他にも SL、GL、ML など、はい、本当にいろんな車種に積まれてるもう信頼性の高いエンジン、ね、ただディーゼル問題の時と時期が被ってるんで、はい、ちょっとこうイメージ的にはよくないなっちゃったんですけど、ね、はい、まあ、メカニカル的なものに関してはかなり完成されてる、はい、でこの後の 350D に関しても、はい、基本的にこれのブラッシュアップですもんね。そうですね、はい、うち あのゲレンデ博士に聞いたら、はい、なんかインタークーラーの位置が変わってるとかなんかいろいろやってるみたいなんですけど、はい、基本的な設計に関してはこの OM642、はいはい、こちらになってるみたいです。でいろんな技術も使われてて、その可変のターボ、はい、羽のこう形が変わるターボがついてたりとか、はい、あとディーゼルってやっぱり振動出るじゃないですか、はい、出ますね。だからこちらのディーゼルの場合だと V6 固有の振動を打ち消すバランスシャフトもなんかそのエンジンの真ん中のところ通ってて、ディーゼルにしてはかなり振動が少ないエンジンになってます。確かに少ないですね、はい、これはこの後確認してみたいと思います。はい、そしてあとはこのディーゼル350ブルーテックですから、はい、アドブルー、はい、これ皆さん気になるところじゃないですか、はい、でも所有されてる方とかご存知の方は、はい、まあ、今更説明するまでもないと思うんですけど、はい、なかなかここに触れてこなかった人って、はい、アドブルーってまず何みたいな。そうですね、どのぐらいの頻度で入れるのみたいなことになるじゃないですか。なります。これ僕も正直所有したことはなかったんで、はい、どんな感じかなと思ったら、はい、大体1000キロで1リッターぐらい、はい、そうですね、でタンクが15リッタータンクなんで、はい、そうそう入れないんですね。そうですね、1万5000キロとかの一応その設定になってるんで、まあ基本入れることはほぼほぼないのかな。結構ガンガン乗る人でも本当に1年点検とか、はい、検時に入れるっていうようなイメージですね。そうっすよね、はい、下手したら本当に車検の時に足してもらうっていう感じ、はい、特に例えば新車でディーラーとかで買ってますと、毎年の点検でディーラーの方で補充しちゃうので。あ、そうなんですか。はい、最初の3年間はまずお客さん自分自身で入れることまずないと思うんですよ、よっぽど乗らない限り。なので、まあ、その3年の初めての車検終わってそのまま乗り続けてる方で
なんか警告出たけどって初めて知るってお客さんもいるぐらいで、うん、なるほど、はい、で一応アドブルー自体はあの結構大きいガソリンスタンド、そうですね、特にあのトラックも使うんで、はい、トラックが出入りしてるようなガソリンスタンドだったりとか、はい、あとディーラーでも補充することが可能なんですよね、はい、でもちろん当社の方でも補充することが、はい、補充することが可能ということで、あんまりその辺は心配しなくていいのか、はい、あ、もう全然、まあ、あの警告出てしばらくはもちろん走れますので、あのカラッカラになっちゃうとまずいんですけど、あの警告出たら、まあ、ちょっともうスタンド行って聞いていただいてっていう形、もしくはなければもう本当にうちの、まあ、各支店でもいいですし、それこそディーラーさんでもご用意はありますので、どこでも大丈夫です、はい、なんか警告灯ついてるからも100キロぐらいは全然大丈夫、はい、全然大丈夫です、はい、ただその空っぽになっちゃうのがまずい、まずいんです、はい、で空っぽになってからエンジン止めると再始動ができないですよ、はい、これうちの積載車と一緒です、はいはい、というわけで、はい、まあ、警告灯がついたら必ず、まあ、補充してもらうか、そうですね、連絡いただく、はい、っていうのだけしてもらえば、あんまりここに関しては心配ないのかな、ね、大丈夫だと思います、はい、というわけでこのエンジンの乗り味をこの後確認してみたいと思います、はい、よし行きましょう、行きましょう、ちょっと結構久しぶりなんですよ、乗らせてもらうの。本当ですか、はい、あれ調整ってこんな細かくいろいろできるんでしたっけ。できますできます、え、めっちゃいいじゃないですか、はい、そしてシートヒーター、ベンチレーション、じゃあ今日ベンチレーション使ってみましょう、ちょっとベンチレーションあのソムリエなんでですね、え、結構弱めじゃないですか、ゲレンデは弱いと思います、はい、全般的に、うん、レンジが効きすぎだけ、ね、あ、そうですね、レンジめっちゃ効きますよね、はい、めっちゃ効きます、それに比べるとちょっと弱めな気がします。じゃあ行きましょう、もう最高なんですけど、え、本当ですか、はい、だって手引きサイドブレーキが手引き手引きそして全部がボタン、最高すぎます、行きます。あとは気になるところといえばこの足回りじゃないですか、ね、ちょっと外径アップしてるのと、はい、このタイヤがどうなのっていう、はい、はい、わ、結構車重たいですね、重たいです、重たいです、重たく感じる、感じます、はい、車の動きがゆっくり、ああいい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 ですねはい、ちょっと似合ってしちゃう、いや普通に乗るんだったら多分現行型350とか 400D の方が、ね、はい、乗りやすいですよ、多分全然いいと思うし、はい、これはこれでこの味がいいですね、そうですね、この癖強めな感じいいっすね、はい、久しぶりに乗ったら、僕も一時期、はい、350D 乗ってましたので、あ、そっか、はい、ちょっとやっぱり 350D 好きな人は、はい、ちょっと変態かなと思いますねこれ板尾さん、マニアックですよ、うちを慎んでください、全国の 350D オーナーに謝ってくださいすいませんいや、いいっすよいや、この乗り、独特な乗り味がやっぱり、いや、これより前の世代、だからガソリン車、はい、ディーゼル出る前の時代だと、はいはい、ナビがここだったりとか、そうですね、するじゃないですか、はい、まあ、この辺はもう上に来てて、はい、まあ、作り的には最新とまではいかないですけど、まあ、全然使いやすい配置にはなってるんで、だってこれナビの中身的には204 の, あの C クラスとか、あ、そうです、 あれと一緒ですもんね、そうです、変わんないです、はいはい、一応必要なメディア関係に関してはついてると、はい、まあ、ナビも今本当にタブレットと変わんない感じなん で, そ, うです、ね、それからするとちょっと時代を感じるっすけど、はい、まあ、車のキャラクターには合ってるのかなっていう、合ってますね、はい、タッチが使えないとか、もともと標準だと7インチなんですけど、はい、これは8インチに変えてるので、あ、これでかくなってんすか、はい、ちょっと見やすくはなってるんですけど、あ、ちょいいっすね、全然、はい、あと今何でもあるじゃないですか、ありますね、もう携帯電話固定していただいてもいいと思いますし、はい、後から何か足して映るようにしてもらってもいいですし、あとゲレンデ意外にこう大きすぎない、そうなんですよ、サイズ小さいんで、そうなんですよね、うん、イメージ的にすっごいでっかい車のイメージあるじゃないですか、はい、でも実質意外に小さいっていう、まあ、小さいとは言わないですけど大きすぎない、大きすぎないですね、でこの形なんでめちゃくちゃ見切りいいですよね、見切りいいです、これファンがいるのは分かるっすね、なのでやっぱり乗り続けたいっていうお客さんも結構いらっしゃいますよね、うん、だから多分距離薄が出てこないんでしょうね、そうなんですよ、一回買ったら、うん、こちらの前オーナー様もずっと多分乗ってくつもりでは、そうですね、あったんじゃないかなっていう、はい、ちょっと諸事情でこの前にも 350D
載ってるんですよ。あ、そうなんですか。だってつい先ほど撮影する寸前もあのこの方載ってるけど見てた方いらっしゃいました。あ、そうですね乗り換えようかなって言ってましたね。あ、いいいいいい。あとその振動が少ないっていうのは分かったっす。分かりました。あのアイドリング付近だとこうわずかにこうハンドルに来るのあるっすけど、こう走り出して車が前に進むとほぼ振動は感じないっす、はい、本当にわずかに細かい振動があるぐらいかなっていう。あとはブレーキじゃないですか。そうですね、やっぱりこう高さがあるんで、はい、一応アクセルペダルとそのブレーキペダルの高さ揃えるような部品もあるんですよね。あります、はい、スペーサーがあります。ただそれってブレーキを奥にやるんじゃなくてアクセルを手前に持ってくる形なんで、はい、まあちょっとよくあのどんな感じか検討してもらって。そうですね、よく履かれる靴によっては、うんうんうん、やっぱりスペーサー入れとかないとちょうど入り込んじゃって引っかかっちゃうことあるんで、はい、なるほど。なんか一説によるとそのなんですかブーツみたいな、はい、ああいう無骨な靴履いてても踏み間違えないように、はい、わざと高さを変えてあるっていう話もありますよね、はい、あと全体的な乗り味に関しては、あのタイヤのせいか乗り心地結構いいんですよ。いや、マイルズですね。標準より全然良くなってるですよね。なんかあのすごくこうソフトですよね、はい、あのクッションというかあのこう段差乗り越える時の衝撃がすごいマイルドになってます。結構だからいろんな業界に車のファンいますよね。いますね。ちょうど来る時カメラマンとも話しましたけど、はい、あの芸能人の方も好きで乗られてる方結構多いじゃないですか、はい、車好きな方で、ね、ただ本当に現行型と明確にキャラクターが違うんで、キャラクターが全然変わっちゃったんで、はい、なんかマイチェンした後期モデルもなんかぼちぼち納車になってるみたいですよね、はい、あ、そうですね、実際この前の東京のオークションで450が出てた。え、もう出てきたんですか。出てました。新車見てる。あとブレーキ、そのまあ1ペダルの1問題もそうですけど、利きに関しては、まあ、そんなにって感じですね。そうですね、はい、ただあの古いあのアメ車とかあんな感じみたいにスススススって言って感じじゃなくって全然踏み込めばちゃんと奥が利く。この辺だからドイツ車ですよね。そうですね。あと途中さっき話しましたけど、あのブルーテック結構センサーが、はい、壊れる問題があるんですか、はいはい、それ板尾さん聞いたことあります？ありますね。あ、はい、そうなんですか、はい、それなんかそのフィルターのとこのセンサーが壊れるんですか？だと思います、確か、はい、でそれの修理代がちょっとかかる、ちょっとお値段がかかる感じですかね。そんなに多くはないと思うんですけどね、台数的なところで、まあ、特に距離もこの車は若い、はい、少ないですし、そういうリスクも少なくなるかな、距離に応じてって感じですよね、まあ、あとはこれ付き合っていけると思うんですよ。いや本当そう思います。いろんなパーツあるし、はい、もう先駆者がもういくらでもいるじゃないですか、はいはいはい、もう何とでもなりますからね、はい、壊れたけどもうどこ行っても直せないとかっていう感じでもないじゃないですか。じゃないですね、うん、あとブレーキは本当にだから慣れで全然いける感じ、ね、ね、あとあれですか、ハンドル操作ですね。そうですね、この車の最大の特徴は、 あと細かいところですけど今回はドリンクホルダー、はい、そうですね、ドリンクホルダー、はい、はい、これめちゃくちゃ、売れましたね。売れましたね、はい、これも後からうちで付けさせていただいて、いや基本的にドリンクホルダーがないんですよね、はい、ここだけですよね、これだけですよね、このネットです、はい、これってこれ今コンビニで買ったのダメですかね、打ち負けた。入んないんですか、ペットボトルとか。ペットボトルは入りますけど、はい、あのコンビニ のコーヒーとか、あー確かにぶちまけちゃう、カップのコーヒーとかダメですね。ちょっと怖いです。あ、それ考えると、はい、カップのコーヒーが OK になってるって、OK、ですスタバもいけるじゃないですか。スタバ OK です。いやもう全然違うな、やっぱり。あとは、ね、必要であればここに、はい、あ、そこをストレージにするやつもあるんですよね、はい、ありますから、はい、いやどんどんそういう状態いい車が少なくなってってる。そうですね、うん、いやもっとなんか趣味性が高い スーパーカーとかだったら、はい、結構何年経っても、はい、こう距離薄のが出てきたりとかあるんですけど、はい、やっぱりこの辺のガンガン使われる車ってそういうのからどんどんなくなってくるじゃないですか。なくなってきますね。じゃあ少しだけいいですか、はい、あ、早い。あの加速はちゃんとしますよ。こんなトルクあるんでしたっけ。加速はちゃんとしますよ。早い。いや全然十分ですね。全然十分です、はい、でもまあそもそもが車的にあの速く走る車じゃないですかね。もちろんもうほんとなんかこうゆっくり走っていただいた方が、いやでもこれだけトルクがあったら、はい、街乗りも高速もなんかストレスはない気がするっす。大丈夫ですよ、はい、うん、あと少しエンジン音聞こえるっすね、やっぱり聞こえますね。あとなんだろう、そんなに思ったほど僕の中のイメージの仙台ゲレンデってもっとなんかこうステアリングのセンターが定まらなくて車フラフラしてるイメージだったんですけど、なんか全然普通。大丈夫ですか。
なんでだろう。知らないうちに慣れてるんですよ。知らず知らずのうち。いやだからこの方でも、はい、そのここにナビがあった時代のやつとかと全然違う、はいはい、違いますよね。本当にそれこそ昔の500とか。まあ、はい、そうですね。でも基本設計変わってないですからね。基本は変わってないです、ね。ラダーでリジットアクセルで。あ、すげえトルクあるよ。こんなにあるんでしたっけ？うん、全然普通に走れます。そしてあとはスタイリングがやっぱりいいっすよ。そうですね。うん、あ、であともう一個思ったんですけど、はい、中古車情報サイトその170台ぐらい出てるって言ったじゃないですか。はい、リーゼルだけでも、はい。ただカスタマイズの敷居が低すぎて、はいはい、ノーマルなのかそのいじってるのか分からない車多すぎる。あるある、ありますあります。だから 350D 仕様になってる車とか、まあ、そうなんですよ。63仕様になってたりとか、そうじゃなくてもグリルだけなんかこの時代ないはずのパナメリカーナになってたりとか、そういろいろ塗られてたりとか、だからもう素性が分からない。え、これ 350D なのみたいな。ありますよね。 あるんですよ。あれなんでブルデックなのにこのバンパーついてんのみたいな、はい、で多分販売してる車屋さんもそんなに全部把握してないんだと思うんですよ、はい、だからそのセールスポイントとか車の仕様のところにそういうカスタマイズのことが書いてなかったりとか、そうなんです。えみたいな結構あるんですよね。だって僕今日気づいちゃったんですけど、はい、あの某中古車情報サイトも、はい、だって現行型のところに前型載ってるんですよ、はい、あ、そうです、そうです。何件か、ちょうどその2018年式の、はい、G350 とかあるんで、はい、あれの振り分けってもうサイトの方で勝手に振り分けられちゃうんですか。一応型式とか、はい、そうやって引っ張ってくれば、はい、ちゃんと入るはずなんですけど、多分入れ方が多分あのその業者さんの、ああそういうことなんですか、はい、楽しい。そうなんです、楽しいんですよ、はい、この楽しいですね、はい。いやだからこれともう一台あったら最強だなっていう。最強ですね、はい、ちょっとスポーティーな車とゲレンデと、はい、でトランクも結構使い勝手があんまりよろしくないって言われるっすけど、はい、リアタイヤのあそうです、ね、はい、フェンダーとかこう、はい、内側が出っ張ってるんで、ゴルフバッグもこう斜めとかになっちゃうじゃないですか、はい、あれも平らにするキットとかあるっすもんね。ありますあります。そういうの使ってもらえば、はい、ゴルフバッグもこう真横に詰めたりとか。うちもいっぱいありますからね、タンスとか。はい、あともういっぱいあるじゃないですか。いっぱいあります。ルーフのなんかどうのとか、はい、はしごがどうのとか、はい、うん、乗り込みづらい問題も、はい、電動サイドも、はい、あの現行型があのメジャーすぎてちょっと影に隠れてますけど、はい、こちらの先代モデルもちゃんと電動サイドあるっていうことで、使い勝手に関しては、まあ、大抵のものはなんとかなるんで。なりますね、まあ、購入された後なんか不便なところとかあれば相談していただけると。あ、結構これあれっすね、急な段差はそうですね、昔ながらの、はい、この車が震える感じありますね、はい、ダダダダンっていう。ただゆっくりなこういうなんていうんですか、わだちみたいなとことかはすごくうまくいなしてくれる、はい、ただ道路のつなぎ目とかはこうダダンダダンっていう、はい、いやいいな、なんか久しぶりに乗ると思わずニヤッとして楽しい。最近どんどん車の個性がこう薄れてきてますからね。でこの方であれば必要なもの結構全部ついてるじゃないですか。ついてますね。さらにこの前ってなってくると、はい、いろいろこうちょっと不便になっちゃったりとか、不便なものも出てきますからね、あると思うんですけど、はい、この辺だったらまだ全然使い勝手は悪くないんで、いやー久しぶりに乗らせてもらって楽しかったです。よかったです、はい、やっぱりいい車だ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ最後になりますけども、はい、今回おなじみの車種なんで、はい、だいぶショートバージョンでお届けしましたけれども、この方やっぱりいいなって。そうですね、はい、現行とまた違った味ありますよね。もう全然本当に今の現行型がすごい乗りやすい車になってしまったので、前々のこのゲレンデっていうのを体感ちょっとしてみたいなって方はやっぱり一回先にこっち乗ってもらいたいなっていうのは僕は実際ある。あ、なるほど、はいはい、濃い方から乗っていただくっていうのは結構いいんじゃないかな、はい、ただこれから多分より台数少なくなってくると思うんですよ。そうですね、だいぶやっぱり年数も経ってきてますし、やっぱり走行距離もそれなりに増えてきてる、ものがちょっと市場に出てきてますので、まあ、コンディションいいうちに乗っていただくにはもうこの近い時期で買っていただくのがいいのかなっていう気がしますね。じゃあお問い合わせ早めにいただいた方がいいかなと思います。はいはい、というわけで今回はメルセデスベンツ350ブルーテックエディションゼブラをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。